シカゴサーフェスラインはかつてアメリカ合衆国の大都市シカゴに存在した路面電車の運営組織。複数の民間企業と公営組織によって構成され最大線路総延長は 1770km 以上1928年時点の利用客は平日の1日平均で220万人以上を記録する世界最大規模の路面電車網が築かれていた。 シカゴ路面線と和訳する資料も存在する。この項目では、1914年のシカゴサーフェスライン発足前及び1947年にシカゴ交通局へ公営化されて、以降の路面電車の動向についても解説する。シカゴサーフェスラインは単一の事業者ではなく、路面電車を運営する企業の資産をシカゴ市監督技師局が一括で管理し、 運賃やダイヤ等のサービスを各企業で統一した運営組織の名称である。車両や線路などの施設はそれぞれの企業が所有権を有していたが収入に関しては全社のものを合計し契約に基づいた分配が実施された。このシカゴサーフェスラインを構成していた路面電車事業者は以下の4社で、そのうちカルメットサウスシカゴ鉄道は 第2局、それ以外の3社は、第1局にまとめられた上で管理が行われていた。1850年代、シカゴ市内の公共交通機関の主力は、馬が牽引する乗り合い馬車であったが、道路が舗装されていなかった当時、泥の飛散や走行後の凹凸など道路状態の悪化が問題となり、より近代的な交通機関が求められるようになった。それを受け、 同年代後半以降シカゴでは線路を用いた馬車鉄道の建設を目指す複数の企業が設立されるようになり1859年4月25日に最初の馬車鉄道がランドルフ12番通り間で運行を開始したその後シカゴ市内の馬車鉄道は様々な民間企業によって路線網が広がり北部 南部に加えて1866年以降は、シカゴ西部に路線を建設するため多数の企業が設立された。だが、やがて高い運営費用や速度の低さなどの課題が浮き彫りになり始め、新たな軌道交通が求められるようになった。そこで、シカゴ市内で最初に、バッシャ鉄道の運営を開始したシカゴ市街鉄道は、1882年に循環式、 ケーブルカーの運行を開始した。これは線路の中央に溝を掘り、その中に構成ケーブルを設置したもので、運転士が登場するオープンデッキの制御者が密閉型の付随者を牽引する二両編成や車両の半分がオープンデッキとなっているカリフォルニアカーと呼ばれる携帯の車両が使用された。馬車鉄道に比べて輸送力が上がり、平均速度も 馬車鉄道時代の毎時3マイルから8から14マイルと大幅に向上したケーブルカーも拡大が続き複数の企業によって運営される世界最大規模の路線網が築かれることとなった。シカゴ市内に初めて路面電車が登場したのは1890年カルメットエレクトリックストリート鉄道が運営する路線だった。当時最新鋭の軌道交通であった 路面電車に対して、シカゴ各地で市内鉄道を運営していた他の企業はケーブルカーへの投資を優先していたこともあり、導入を躊躇する動きも見られたものの、ケーブルカーよりも効率的かつ高速な路面電車の存在価値は大きく、1892年以降は急速にケーブルカーや馬車鉄道の路線が電化され、路面電車に置き換えられていった。シカゴ市内から ケーブルカーや馬車鉄道が姿を消したのは1906年のことだった。一方、馬車鉄道の開業以降、シカゴ市内に次々に設立され、乱立状態となっていた各民間事業者は1890年代以降、統合を重ねていったが、各企業は独自の運賃を有しており、別企業の路面電車へ乗り換える際には企業ごとに運賃を支払う必要があった。 この状態を解消する動きは1899年頃から見られたが、20世紀初頭からは、イリノイ州高等法院からの判決や法令など、行政の介入により、運賃の統一や相互直通運転が実施されるようになった。特に1907年には法令により、シカゴ市監督技師局が設立され、各企業は統一された企画を用いることとなった。そして、 1914年2月1日に施行されたシカゴ市議会の条例によって4つの企業を一律で管理する世界最大の路面電車網の運営組織シカゴサーフェスラインが誕生したシカゴサーフェスラインの路面電車網は最大で1100マイルを超え平日における1日平均収入乗客数は220万人を記録し路線長利用客ともに 世界最大規模であった。1928年時点の運賃は7セントで、1枚の乗車券で複数の系統の乗り換えが可能となっていた。平均速度は、毎時10.64マイルで、市内中心部こそ、道路の混雑の影響で、速度は遅くなったものの、郊外では、車両の加速度の高さや軌道状態の良さもあり、最高速度15マイルに達し、系統によっては、 高架鉄道とほぼ同じ時間で目的地に到着可能な場合もあった。路面電車に加えて1920年代以降は他の交通機関への参入も行われ、1927年4月11日には路面電車が通らない区間を保管する路線バス路線が開通したほか、1930年4月17日からはトロリーバスの運行も開始した。 1920年代以降、アメリカ合衆国の各地では、自家用車やバスが発展し、従来の路面電車に対する大きな脅威となった。そんな中でも、シカゴサーフェスラインの路面電車もは1933年から1934年に開催された万博や、第二次世界大戦中の需要をはじめ多くの人々に利用され続け、1936年以降は、 高性能路面電車、PCC カーの大量導入が開始された。だが、増加する人件費や運営費の結果、シカゴ市内で公共交通機関を運営していた組織の多くは財政難に陥り、シカゴサーフェスラインを運営していたシカゴ鉄道は1926年に、シカゴ市外鉄道やカルメットサウスシカゴ鉄道は1930年に事実上破綻した。 その後各企業の資産は連邦地方裁判所の管理下に置かれ複数の再権案が出されたものの最終的に1944年にこれらの企業には破産法が適用されることとなった。これらの事態を受け、シカゴ市ではシカゴサーフェスラインを含むシカゴ市内を走る公共交通機関を公営組織によって統括する方針を打ち出した。その後、 1945年にイリノイ州議会でメトロポリタン交通機関法が可決されたことを受け、シカゴ市は同年6月4日に公営企業のシカゴ交通局を設立した。そして1947年にシカゴサーフェスラインは高架鉄道を運営していたシカゴ高速交通と共にシカゴ交通局が運営する路線となった。公営化後、シカゴ交通局は 交通機関の大規模な再編を実施し、高架鉄道や路線バスの路線網拡大や近代化を推し進めた一方、路面電車やトロリーバスについては廃止する方針を打ち出した。すでに1940年代初頭から路面電車の路線網は縮小を続けていたが公営化後はその動きがさらに加速し、1957年の時点で残されていたのはわずか1系統。 22号線のみとなった。そしてこの路線も1958年6月21日をもって営業運転を終了し、馬車鉄道時代も含めて100年近く運行していたシカゴ市内の路面電車の歴史は幕を下ろした。シカゴサーフェスラインからシカゴ交通局へ継承されたトロリーバスについてはそれ以降も運行を続けていたものの、 こちらも1973年5月25日をもって廃止されている。シカゴ市内全域に大規模な路線網を有していた。シカゴサーフェスラインは車両数も非常に多く、1941年の時点で営業用の路面電車車両だけでも実に3600両以上が在籍していた。ほとんどの車両は両運転台で乗降扉も車体前後に設置されていたが、 1920年代後半以降導入された車両は、カッター運転台で乗降扉は右側にのみ、設置されていたため、導入に際しては、終端のループ線の整備などの改良工事が実施された。製造メーカーは、ブリルや、プルマンスタンダード、アメリカンカーカンパニーなど多岐にわたり、シカゴサーフェスライン自身が製造、改造した車両も存在した。これらの車両のほとんどは、 路線縮小によって1950年代前半までに廃車され、最後まで営業運転に使用されていたのは PCC カーのみだった。以下、シカゴサーフェスライン発足以降に在籍していた営業用の路面電車車両を公営過後に導入されたものも含めて記す。これらに加えて、雪かき車、散水車、電動化車、電気機関車、現金輸送車など、 多数の事業用車両が存在した。また、シカゴサーフェスライン発足以前の1895年から発足後の1915年までは各路面電車事業者で専用車両を用いた郵便輸送も行っており、終了後は一部車両が事業用に改造された。路面電車廃止後は路線バスがほぼ同じ区間を走行しており、2016年時点でも多くの系統が 路面電車時代の番号をそのまま維持している。また、営業運転が終了した後に、各地の併用軌道はアスファルトで覆われており、その状態が維持されている道路も多い。車両については、廃車後大半が解体され、最新鋭車両であった PCC カーについてもシカゴイル向けの電車に聞きを 休養するためほとんどの車両が解体されたものの、イリノイ鉄道博物館をはじめ各地の博物館に複数の車両が残存し、胴体保存運転も実施されている。2020年時点の保存車両は以下の通りである。アメリカ各地で運営されている保存路面電車では、シカゴ以外の都市で活躍していた車両に、シカゴサーフェスラインや公営化後の塗装を施している。 事例が複数存在する。ありがとうございます。